皆さんこんにちは、クールドックスのジョエルです。先月だったかな、先月か先々月か、犬が何か所か4カ国か5カ国ぐらいからもう連続で、今日と明日と明後日とみたいな感じで連続で来る日があったわけですよ。で、そしてそれがその5頭ぐらいが来て、その次の日からどっかヨーロッパかアメリカかどっかに行かなきゃいけない時があったんですね。で、それプラスこの部屋に、ここに引っ越しのなんかね、なんか手続きというか、やらなきゃいけないとかがこう間に入っていて、その中に、そしてそのね、犬たちがね来る時っていうのはですね、なんていうかな、やってみたら分かるけど、自分でやったら分かりますよ。いろいろ変更とかがあるわけですよ。急に突然その貨物の、なんていうかな、そのフライトが変更になったり、それフライトが変更というのは、その違う飛行機に変えたりとか、あるいは急に飛ばないとか言い始めたりとか、あるいはなんか書類を間違えたりとかすることもあるわけですよ、その相手が。僕は間違いないですよ、僕は間違いないけど、犬を送る方の、そのペット輸送の会社とか、あるいはなんかその獣医師とかがなんか日付を書き間違えたりとかすることがあるわけですよ。だからそういうのがね、全部その5頭と、なんか僕が海外に行くっていうことと、それとこの引っ越しとが同時進行でずっとバーって、だからね、分刻みで忙しいとかいうのあるじゃないですか。分刻みとかじゃないんですよ、ずっと24時間ずっと忙しいんですよ。そしてずっと何、それずっとが気になってるわけですよ、ということがあるわけですよ。そういう時はね、もう他のこと考えられないわけですよ。それとその5頭の犬が次から次にいろんなこと言ってくるんですから、ずっと言ってきますから、24時間で、そのいろんなことずっと、その5頭のいろんなことを5カ国からですよ、5カ国からずっと24時間いろんなことを言われ続けながら、あとオーストラリアからね、ある犬種がね、出発して、もう飛んでるんですよ、飛行機で。飛んでるという報告があった後に、フォーム AC とフォーム AB というのがあるんですけども、それは、ね、健康証明書があるんですね。日本の動物研究所が推奨している証明書があるんですけども、それのね、だからオーストラリアだから AB ですよ。その AB のね、フォームがね、オーストラリアってね、そんな難しくないんですよ。狂犬病のない国だから。動物検疫って狂犬病に関することだけです。狂犬病に対してだけ動物検疫やるわけですから、犬の場合はですよ。犬の場合は狂犬病だけなんですよ、検疫って。だから、オーストラリアは狂犬病がない国なんだから、そんな簡単だし、その書類に書き込むとこって、生年月日と、犬の生年月日と犬の名前と、マイクロチップの番号と、マイクロチップを埋め込んだ日、それが合ってればもう何も問題ないわけですよ。それがね、マイクロチップをね、埋め込んだ日をね、そのほら、ピッてほら、出発前に読み込むでしょ、獣医師がピッて機械で読み込むでしょ、そのね、読み込んだ日を書く場合があるわけですよ。これがね、ものすごく頻繁にあります。だからこれ、動物研究所にね、この間ね、強く僕はね、抗議して、これは多分変わると思いますよ。これは僕が抗議したことで変わりますからね。今はね、デートオブアイデンティフィケーションってなってるんですよ。そのアイデンティフィケーションっていうのがね、英語圏の人間でさえですよ。英語圏の人間でさえ、そのアイデンティフィケーションっていうのをね、その読み込んだ日だとね、いうふうに、訳してしまうわけですよ。だから、出発のね、前日とかね、その飛行機が飛ぶ前の日の日付を書いたりとかするわけですよ、そこに。そうするともう全然ダメなわけですよ。で、僕が申請している日と違うし、オーストラリアの場合はまだいいんですけど、狂犬病のある国だったらね、マイクロチップを埋め込んだ日っていうのは一番最初じゃないとダメなんですよ。一番最初か、一番最初の狂犬病ワクチンを接種した日と同じじゃないとダメなんですよ。それなのにね、出発の前日になるわけですから。それはもう、今までやった2回の狂犬病ワクチンと血液検査はどの犬にやったかわからなくなりますから。個体識別のためにマイクロチップというのは埋め込みますから、個体識別っていうのはこの犬がこの犬ですよということですよ。つまりその狂犬病ワクチンや血液検査っていうのを
あのやったのがその狂犬病ワクチン接種ですよ。狂犬病ワクチン接種と血液検査をやったのがこの犬にやりましたっていうことを証明するためには、最初に狂犬病、いや狂犬、すみません、最初にマイクロチップを埋め込んでなかったらどの犬にやったかわからないわけですよ。やった本人はその犬にやったからこの犬にやりましたって言うかもしれないけど、全然見てないんですから、動物検疫、日本の動物検疫所の人たちは何も見てないんだから、それを証明するためにはマイクロチップを一番最初にその犬に埋め込んでなかったらどの犬にそれをやったか、証明できないわけですよ。だからマイクロチップは一番最初じゃないとダメだって言ってんのに、出発の前日に埋め込まれたことになるわけですから。それがね、オーストラリアから来る犬とルーマニアから来る犬と、もう同時にそれが起きたわけですよ。1日ずれて起きたわけです。だから1日ずれて起きたわけですよ。同じ、同時っていうのは同じ時期に同じ時にっていうことですよ。毎日連続で5頭来るんですから。それでそれプラスその5頭が来たらすぐ海外に行かなきゃいけない、僕はその準備もしなきゃいけない。で海外に行って犬を連れ帰ってくる、連れて帰ってくるわけですから、その連れて帰ってくる犬たちの準備もしなきゃいけないわけですよ。その準備っていうのはね、だから今言ったように全部確認しなきゃいけないわけですよ。だから犬の名前、マイクロ、誕生日、マイクロチップを埋め込んだ日、マイクロチップの番号、1回目の狂犬病ワクチン接種の日、2回目の狂犬病ワクチン接種の日、血液検査の日、そして血液検査を行った施設、全部確認して、しかも何ていうかな、それが本当にちゃんと正しく記入されてるのかとかいうことを確認しなきゃいけないんですよ。で向こうから作ってきた書類と自分が申請している書類が同じかどうかちゃんと見なきゃいけないわけですよ。そういうことをずっとやんなきゃいけない。でね、とにかく猛烈にもうね、ものすごく忙しかったんですよ、その時。本当にもう目が回るぐらい忙しかったんですから。その時にね、何の犬種か言いませんが、もう本当にね、メールで、普通はね、僕のホームページのその一番下にあるその問い合わせフォームからみんな問い合わせてくるんですけど、その人はね、メールで問い合わせてきたんですよ。で、そのメールもね、名前も住所も電話番号も何にも書いてないんですよ。名前だけ、本当の名前かどうかも分かんない、名字だけ書いてあったんですよ。で、通常だとね、そのね、住所と名前と電話番号が書いてないメールに返信しないんですよ。今までね、住所と名前と電話番号を書いてない人で犬を実際に輸入した人は一人もいません。一人もいないんですよ。一人もいない。だから住所と名前と電話番号が書いてない人にはね、返信しないんですよ、最初から。だけどね、なんかたまたま1時間ぐらいパッて時間が空いた時があったんですよ、夜。それで夜11時ぐらいに、まあ時間があったから、その時だけですよ。その時だけたまたま時間があったから、まあその人にね、なんか返信してたんですよ。ガラ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 なんて書いてたんですよ。なんか、オーストラリアからね、ある犬種を輸入したいと。で、ああ、そうですか、わかりました。まあ、じゃあ、予約金と、輸入契約書に、同意していただいたら、犬を輸入しますって書いたんですよ。そしたらね、まだ犬も見てないのに飼うわけないじゃないですかとか言うわけですよ、その人が。犬をまだどんな犬か見てないのに、そんな予約権なんて送金するわけないじゃないですか。そんなおかしなことを言うんだったらね、他のところに頼みますって、その人僕にメール送ってきたんですよ。で、ああ、もうど素人なんだと思って、犬の輸入でね、予約金もらわずにやる人なんていないですから。もうその時点でね、もうこれど素人の、もうなんていうか、もう本当のもうなんかもうど素人の中の最初のど素人なんですよ、そんなこと言う人は。もう何にも知らないんですよ、輸入権のことを。で、その予約金もらわずに犬を探し始める、海外の犬を探し始めるなんてことはもうありえないんですよ、そんなこと。もう今僕が言ってることが意味がわからない人は、もう全然もう輸入権のこと、海外から犬を輸入するなんてことまだ全然何にも分かってない人なんですよ。で、もうなんていうかな、そのなんていうか、サービスが悪いみたいな感じのことを言うわけですよ。だから犬の輸入のこと全然分かってないんだなと思って、あ、分かりました、じゃあだいたいね、住所と名前と電話番号書いてない人にはもともとね、返信してないんですけど、今時間があったから返信しましたみたいなこと書いて、他のところに、ぜひとも他のところに頼んでくださいって言ったわけですよ。だってど素人だと、もう
ど素人の中のど素人だと思ったから、もう全然何にも知らないんだと思ったから、あもうぜひとも他のところに頼んでください、そしたら僕の言ってることが分かるからって言ったんですよ。どうせもうねそういう状態だとね、もう5回ぐらい騙されるから、まだ本当にもう5回ぐらい騙されて初めて僕の言ってることが分かりますから、だからぜひとも他のところに頼んでくださいって言ったわけですよ。そしたら分かりますから、僕の言ってることがあってそしたらね、住所と名前と電話番号変えてきてね、ほら住所と名前と全部書きましたよみたいな感じで、いやもう書かなくていいから、やりたくないから俺あなたの仕事なんてって思ったんですけど、あので自分で他のところに頼みますって言ってんのに、住所と名前と電話番号書いてきて、なんかね早く私に電話してきなさいみたいな、ほら書いたよみたいな感じで、でなんか僕がほら他のところに頼んでくださいぜひともって言ってるもんだから、なんでそんな偉そうなんですかとか言ってきてね、いや偉そうとかじゃなくて、もうこっちはもうイスカンダルに到着してるわけだよ、もう何言ってんだお前って言いたかったんですけど、もうイスカンダルに到着してんのにお前はまだ地球を脱出してないんだよって言いたいんですけど、意味が分かんないですかね、若い人は。宇宙戦艦ヤマト分かんないか。だから僕はもう F1 レーサーなわけですよ。F1 レーサーなのに、その人はまだね自動車教習所に入学したばっかりぐらいなんですよ。もう全然とにかくもう次元が違うわけですよ。だからあのね、僕はねものすごく優しい人間だから、本当はね全部教えてあげたいんです、教えてあげたいんだけど、 F1 レーサーになってる俺は、その人は自動車教習所に入学したばっかりだから、まだねとにかくそのほら話さなきゃいけないことが、もう話さなきゃいけないことと、あとねその人が経験しなきゃいけないことがね膨大にありすぎてね、言葉では全然その説明できないわけですよ。それはもうあまりにも違いすぎるからですよ。その人がまだねやもう10年ぐらい経験しないと、まだ10年間その人がね輸入権のことを経験して初めて説明ができる、まだ10年間その人が経験しても僕のところにはとてもじゃないけど到達できないわけですよ。だから10年間経験したら説明を始めてやっとやり始めることができるぐらいのレベルなわけですよ。まだ全然もうとにかく全然なんか話ができないわけですよ。だからあもう全然話ちょっとできないですからって言うと、何ですか逃げてるんですかとか言って、逃げるってなんだ、誰から誰が何のために逃げるんだって思ったんですけど、だからそういうふうに言ったわけですよ。誰から誰が何のために逃げるんですかもうちゃんちゃらおかしいことばかり言うんじゃねえと思って、もう何言ってんのって思ったんですけど、逃げるってなんだもう鼻もげらがと思ったんですが、もういいか、もうここは相手にされしてられないと思って、あで この電話番号とメールと、じゃあ電話番号と名前と住所と送ってきたのは次の日なんですよ。でたまたま1時間ぐらい夜暇な時間ができたから僕はその時返信したんですけど、そのまたその人から返信が来たのは次の日なんですよ。もう次の日はもう目が回るほど忙しかったわけですから、でちょっともう忙しいからちょっともうすいません、ちょっとあの返信できないですって言ってんのに、あの嘘ばっか言うなみたいな感じなわけですよ。全然忙しそうに感じませんけどみたいな感じで、いやそれ前日たまたま1時間ぐらい時間があったからあのちゃんと対処したわけだけであって、もう今もう目が回るほど忙しいからって言いたかったんですけど、本当に今忙しいですからちょっとできないですからって言ってんのに、逃げないでくださいとか、逃げるわけねえだろ、逃げるんじゃなくて相手にしたくないだけだ、めんどくさいからしてそれをね、あのもうずっとね言って、もうずっとメール送ってくるんですよ。いや逃げてませんとか、もう誰から誰が何のために逃げるんですか、もう忙しいから本当にって言ってんのに、ずーっと早く電話してきてください、何私は電話番号教えたんですよ、なんで電話してこないんですかとか言って、いや別に電話したいから電話番号聞いてるわけじゃないから、おかしなことをやる人間が輸入権の世界にはいるから、電話番号と住所をちゃんと知っとかなきゃいけないから聞いてるだけであって、電話したいから電話番号聞いてるわけじゃないからそんなこともわからないわけだから、もうクソド素人なわけですよ。まあいいから、とにかくね今ほんともう目が回るほど忙しいんですよ。僕は今も今日も忙しいですからね、もう毎月毎月2回ずつくらい海外に行って、もうほんと来月は3回ぐらい行かなきゃいけないかもしれないくなっています。で
もうその間に犬がどん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 海外から来て、もうとにかくもうね、目が回りそうなんですよ。多分7月になったらね、多分これ忙しくなくなるんですけど、こういうふうにほら時々バーって忙しい時があるわけです。そんな年がら年中忙しいわけじゃないんですよ。暇な時はもう死ぬほど暇で、まあ、なんていうか、俺こんなに仕事しないで大丈夫なんだろうかみたいなことになる時も本当にたくさんあるんですよ。で今まではもう本当にもうもちろん暇すぎて、なんていうかもう俺こんなに仕事しないで生きていけるんだろうかみたいに思うことはたくさん、もうむしろそっちの方が時間が多かったんですけど、たまたま今ね、なぜかすごい忙しいんですよ。だからあのちょっとね、あの本当あのね、僕はね、皆さんがね信じられないぐらい優しい人間なんですよ。だからあの本当はね、きちんと皆さん全部の問い合わせにねきちんと対処したいし、あの輸入に、犬の輸入に関してご存じない方にはね、もう1から10まで全部説明してあげたいんです。本当はね、本当はそうしてあげたいんですけど、ちょっと今時間がなくてね、忙しくてちょっとできないんですよ。だからあの変なそのなんか絡んでくるような、それやめてくださいね、マジで逃げるんですかとか言って、誰が何のために誰から逃げるんだ、マジでめんどくせえ。もう本当に F1 レーサーがあのね、 F1 のカーレースについてね、自動車教習所に入った人に説明できないんですよ。もうまだ膨大に言わなきゃいけないことがあるし、その人自身がね経験しなきゃいけないことがもうね、もう膨大にあるわけですよ。だから説明してあげたいけど説明できないから、あもう無理ですって言ってるんですよ。忙しいから、本当に忙しいんだから。それをなんかもう逃げてるとかなんとかかんとか、逃げないで、逃げるかバーカ、マジで逃げるんじゃねえ、相手にしたくないだけだ、マジでそういう時間がないんだよ、というお話でした。それで皆さん失礼いたします。今本当に忙しいから、まあ7月になったらね多分ね、あの暇になると思いますよ。6月までちょっと忙しい、ものすごくですよ。もうちょっとやそっとの忙しさじゃないですから、本当にもうものすごい今も忙しいんですから本当は。それでは皆さん失礼いたします。今ね朝ね8時40分です。9時になったらちょっともういろんな航空会社に電話しなきゃいけないから、あと10時からのスタートのところと9時からのスタートのところがあるから、もういろんな世界各地の航空会社に電話したりとか、もうペット輸送の会社と話したりとか、もうなんとかなんとかなんとかってしなきゃいけない。もうもちろんいろんな国のブリーダーとはもう今も現在朝6時ぐらいからずっとやってますよ。もうやってて、あのこれからは航空会社と連絡取り合ってとかしなきゃいけないから、とにかく忙しいですからね。7月になって暇になります、7月以降は。それでは皆さん失礼いたします。なんか悪い言葉で言ってしまいましたそれでは失礼いたします。